皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はですね、タイトルにもあります通り、2回目のワクチン接種に先日行ってきたわけなんですけれども、この動画を撮ってる時点ではその接種から1週間ほど経ってるんですけれども、1回目のワクチンを受けたのがほぼ1ヶ月前の9月の8日だったわけなんですけれども、まあ、1回目の時はですね、そんなにこう副反応も出なくて、まあ、ちょっとこう打った左腕がちょっと痛くなったくらいで、まあ、体温もね、0.5 度くらい、まあ、変熱から上がったくらいで、済んだわけなんですけれど、まあ、2回目はね、いろんな話を聞いてますと、やっぱり副反応がこう強く出ると。いうことだったんで、まあ、ちょっと、まあ、自分はちょっとね、基礎疾患、まあ、高血圧、糖尿、まあ、高コレステロール、まあ、その副反応の原因となるようなことに前向きにいとまがないわけなんですけど、だもんで、副反応がちょっとね強く出ちゃうんじゃないかっていう、まあ、心配をしてたわけなんですけど、まあ、その1回目から3週間経った9月29日ですね、に2回目のワクチンを受けに行きまして、1回目はこう針をチクッと刺した、感触さえないような、もうね、全然痛くないやつだったんですけど、まあ、2回目はなんかこうチクッというちょっと痛い感じがあって、まあ、これその刺す人の針の刺し具合なのかどうか分からないですけど、まあ、1回目よりはですね、針をこう刺された感触があったんですけどね。で、まあ、その後、まあ、1回目と同じように15分間様子を見てたわけですけど、まあ、その会場の中ではね、全然、体調にこう変化っていうのは特になかったんですけれど、まあ、その後1時間くらい経ってからですね、だんだんこう体調がちょっと変わってきて、まずはその 体温ですね、体温が、平熱からちょっと1度くらい上がり始めました。はい。で、まあ、そこからですね、体温の記録をこう1時間ごとに取っていったんですけども、まずは最初の、1時間から6時間のやつがこちらになりますけれども、まあ、1時間経って、まあ、接種したのが11時50分だったんですけど、1時間経って12時50分でだいたい37度5分、まあ、脇下の計測で37度5分になってまして、でそこから2時間経って、同じように測ったらちょっと下がってるんですけど、これちょっと誤差かもしれないですけど、まあ、だいたい37度の半ばくらいであるという感じで、でその下にこう舌下計測ってあるんですけど、これはこの下の下ですねに体温計を刺して測る方法ですけど、最初の2時間これなんでないかっていうと、まあ、そのちょっとまだ出先だったんですけど、その出かける時にこの舌下で測る体温計の方をちょっと忘れてっちゃったんで、ちょっとそっちの記憶がないんですけど、3時間経って、まあ、家に戻って、で脇下と舌下で測ったらば、まあ、舌下の方はちょっとね高く出るんですけど、37度6分ですね。で、まあ、舌下の体温はだいたい37度真ん中あたりで、まあ、脇下も徐々に上がりつつあって、まあ、どっちも、まあ、37度5分とか6分ぐらいにはこう上がってくるわけなんですけど、まあ、体調的にはまあだんだんこうだるくなってくる、もう倦怠感が出てくる感じで、ただ1回目にあったこの左腕の強い痛みっていうのはまだその時はなくて、で、まあ、もうだんだんこうだるい感じになってきて、まあ、ちょっと椅子から動きたくなくなっちゃうようなだるさですね。はい。で、6時間経って、まあ、夕方の6時前くらいになって、この舌下の体温が38度を超えてきまして、もうだんだんこうだるってだる思うって感じになってきたんですけど、ただ食欲自体はそんなに落ちることもなく、まあ、普通に晩ご飯を食べたわけなんですけど、まあ、その後ですね、その後の7時以降になってくると、どんどん、体温も脇下も舌下も38度に近くなったり、それ38度を超えていったりの
状況が強くなってきて、もうだん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 こうね、もう椅子に座ったままですね、この辺りがね、だるくて。で、寝る前、まあ、12時近くなって、やっぱ体温が、その辺がピークですかね、38度、舌下が38度、で脇下が 37.8 度。で、まあ、寝ようかと思うんですけど、なんか目が冴えちゃって、なかなか眠れなくて、まあ、なんだかんだ夜更かしをしてたら、まあ、気がついたら眠ってて、で、まあ、朝起きたらば、38度よりはちょっと下がってて、まあ、できれば、まあ、今日中に、その、まあ、次の日のうちに、できれば平熱に戻ってほしいなって思ってたんですけど、っていうのは、10月の1日から、いわき市アンモナイトセンターが再開になりまして、で10月の2日3日とこの体験発掘が再開されることになってたんで、まあ、センターに行くと、センターの入り口にこう、カメラのついたこう体温計があってですね、そこでこう体温を測って、で、まあ、問題なければ中に入れるということだったんですけど、まあ、そこでね、体温が高いままだったら、体験発掘のところから体験室どころか、その中に入ることさえできなくても門前払いになっちゃうんで、まあ、できればその日のうちにこうね、体温が下がってほしいなと思ってたんですけど、まあその次の日は一日中まあ37度台をこうね、ちょっと上がったり下がったりというような状況が続きまして、まあ一応これ解熱剤飲んだ方がいいかなと思ってたんですけど、まあ、晩飯を食べて、で、まあ、解熱剤飲もうかと思ってたらば、まあ、まあ、いつの間にか、なんか、睡魔に襲われて、眠っちゃってまして、で、起きたのが翌日の、まあ、4時だったか5時くらいだったんですけど、その時に、パッと目覚めて、ああ、じゃあ、ちょっと体温測ってみようかと思って、体温測ったらば、まあ、平熱に下がってたんで、ああ、よかったよかった。これでまあ体験発掘大丈夫かなということで、まあその週末にですね、体験発掘に行って、でまあ今に至ってるわけなんですけれども、まあその体験発掘の動画はですね、また別に出そうと思いますので、まあちょっとね、後で見てみてください。はい。まあ心配したことはね、副反応強く出なくて済んだので、まあ良かったんですけれども、まあ、2回受けたからといって、まあ、安心しないですね。まあ、感染予防対策は十分した上で、まあ、日々気をつけていきたいなと思っています。はい。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストからよろしければ、他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。